バトマスチョリーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、久しぶりに目視シリーズなんですけども、久しぶり、1ヶ月ぶりぐらいでしょ。1ヶ月ぶり。だいぶちょっと見た目が変わったと思うんですけども今日はですね、渋谷、これどこだ、新鮮駅から徒歩1分、いやもう30秒で、ね、もう目の前にあるんですけども、うん、ここがモーラム酒店、タイ料理屋さんです。タイ料理屋さんということで、田舎のソムタムっていうね、これが一番辛いメニューなんですけども、これなんかのサラダなのかな。で、あとまあプラスなんか、あと一品ガバオ、タイ料理って言ったらガバオのちょっと辛いのを頼んでいきましょうか、そしたら。はい、はい、じゃあ早速呼んでみましょうか。すいません、ちょっと屋台っぽい感じだね。屋台だね。田舎のソムタム、はい、激辛もうマックスレベルで、はい、結構辛いですか。かなり辛いですね。ちなみに何辛さの源、唐辛子の数で、数で、はい、完食できない。普通で3本、はい、完食できない人とかいますかね。時々やっぱ残されちゃう方は、これサラダなんですね。はい、パパイヤを握りにしてます。で、イモキさんはじゃあガパオ炒めライス。ガパオ、はい、はい、こちらも基本が辛くなったんですが、大丈夫でしょうか。辛さ、大丈夫です。まあ、大丈夫です、はい、タイの田舎の男飯だった。あ、本当に、あ、本当だ。まかない的な感じかな。じゃあ頼んだドリンクで、はい、じゃあ、イモキさん、ガパオ。あ、これ揚げ卵が、揚げ卵、はい、これ上何乗ってるんですか。これパクチーじゃないですか。揚げ卵が来た。揚げ卵って名前が絶対もう美味しいじゃん。うまそう、美味しそう。卵揚げちゃうって。じゃあちょっと激辛前にちょっとね、ちょっとおつまみいってみましょう。いただきます。いただきます。うまい、いい感じ。いただきます。うん、うまい、甘い、甘いし、トロトロしてる。え、おいしい。甘うまいソースにこのね、パクチーの風味がよう合いますわ。なんか初めて食べる感じがすごい。これなんか食べたことない味だね。なんか新たな食というか、これはうまいわ。黄身がね、トロトロしてる。うん、ほら、卵が半熟なんですよ、これ。いただきます。うん、うん、お酒のおつまみにぴったりです、これ。うまいわ。何個でも食べれる。いったな、何個でも食べれるんだな。5兆個食べれる。またそんなこと言って。いや、ほんと一応嘘つかないもん。5兆個食べれる。嘘つきの塊だろう。お、ソムタム来ました。はい、来ました、この激辛ソムタム。はい、うわ、唐辛子がめっちゃこう入ってますけれども、イエーイ、美味しそう。かわいいね、かわいい、見た目かわいいけどめちゃくちゃとんでもない辛さらしいね。なんかお酢が効いてるような感じです。しなんか腹に、なんか来る。うん、ちょっと若干、もう、腹いきますけど、トムヤンくん食いてえわ。トムヤンくんの辛さマックスもいただいてよろしいですかね。はい、はい、ちょっとじゃあ食べようか、ね、うん、せっかくだから。はい、じゃあこれね、いただきます。激辛田舎のソムタムダム。ソムタムソムタムタムソムタムタムって、はい、うわー、いっぱい唐辛子入ってます。いただきます。タイの辛さって怖いな。あ、うお、あ、どういう感じ、どういう感じ。あー、辛い。はい、じゃあ食べてみちゃう。やばい、なんか違う、今まで食べたことない違う系統がある。なんだこれ、酸っぱ辛いっていうか、あ、これ辛い、うん、なんか醤油っぽい感じの味付けが美味しいです、うん、いやでも辛いな。辛いです。舌に来る感じ、それビリビリします。唐辛子もふんだんにこれ使ってありますからね。これなんだこれ、あ、ライムだ、ライムがありますね、これ。
ライム使ってんだ。だからちょっと若干酸味が効いてるんですね。うーん、これじゃあちょっと唐辛子もいってみましょうか。はい。いや、味濃くね、やっぱ味が濃い。お酒のおつまみだから、これ単体であれ切るのがきついな、これ。なんか、うん、なんか何かのついでに、うん、おー、きたー、ガパオ。しっかりこれガパオにも唐辛子が入ってると。ほら、これも結構辛そうですけども、ほら、いただきます。うーん、ヤミー、うまい。さっきのソムタムの残像が残ってるからちょっと辛く感じるけど、うん、やっぱ辛いわ。いや、辛いわ、これも。これ辛い。うーん、あー、辛い。あの、あとから来る。若干ソムダムが残像残ってる。そう何食べても辛く感じるよ。たまらんばい。卵の黄身が、うわ、絶対美味しいじゃん。これ絶対うまいよ。絶対美味しいじゃん。はい、いただきます。美味しい。これやばいね。辛いって感じやな。辛いって言えよ。激辛やってんだから。辛いって言え。いや、辛いから卵が。いや、だって見て、唐辛子ちゃんと入ってんじゃん、ほら。辛くない。卵の黄身は、そりゃね、あ、唐辛子もちゃんとこれ入ってるわけですよ。そう。いただきます。辛い。辛くない。辛い。辛くない。あの、ちょっと痺れます。辛くない。辛いっつってんだろ。辛くない。いや辛いから。ちょっとじゃあもうこれもね、そもたまも全部食べたいと思いますよ、もう。はい、やばいんですよ、もう唐辛子がこれ。いただきます。本当は辛くない。これ全部メンマ。うん、おい、トミヤン君じゃん、こっちにするよ。辛い。今こっち苦しんでる。辛い。それ演技でしょ。いいから。喉に何に来る。辛い。おい、どこ撮ってる。どこ撮ってんだよ。汚ね。お店の辛さレベルの 3だな、これは。まあでも辛さマックスにしてますからね。ガパオも美味しそう。ガパオ、多分美味しい。いや、美味しいだ。ワンちゃん。美味しいと思いますよ。ワンちゃん美味しい。はい。できれば美味しい。いや、できれば美味しいっつってんだろ。いいから食え。わあ、いいね、贅沢。卵の黄身を乗せて。食べログによると美味しい。ヤミー、いただきました。うまいですね。いただきます。ココナッツ風味の感じがして、パクチーの風味が効いて、うん、体の底から温まりなんで、ね、実際は温まるよ。お、来た。はい、ありがとうございます。はい、麺が来たね。はい、つけ麺方式でいきましょう。いいね、つけ麺方式もいいね。はい、トムヤンくん麺。すいません、お冷やください。このスープにたっぷり絡めて。ありがとうございます。あ、うまっ。あー、トムヤムくんだ。いや、トムヤムくんだから、トムヤムくんに決まってるから。辛いっしょ、なんか。辛くない。あんまスープ入れてないじゃん。辛くない。スープ入れないよ。やだ、結構辛いから、これ。辛くない。全然辛くない。辛いっつってんだろ。いや、見て、ちょっとこの汗が、ほらほら。でも初期のビッチョンコに比べたら。ビッチョンコ、いや、そんな今日ビッチョンコって感じ。辛いところだけ残してますけど、一番美味しいとこだけ残しといた。一番辛いじゃん。一番美味しい。うん。
はい、ダパオ終了。終了。残すとかこのトムヤンくんのみということで。まだある。もう食べる。食べる。もういらない？もういっぱい。しょうがない。このじゃあ我激辛マスターのバトマスジョニーが。うん、じゃあ全部これ食べましょう。これじゃあ全部入れちゃう。うん。うわ。じゃあちょっと残りのトムヤンくん食べます。生姜入ってんなのこれ。生姜風味。ジンジャーエールじゃん。飲めるじゃん。ジンジャーエールじゃねえから。ジンジャーエールだから飲めるじゃん。どこがジンジャーエールなの？カレー。うん、いや何撮ってんだよ。あ、そう撮るなよ。いいね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 。はい、どうその演技。演技じゃねえっつってんだろ。じゃあもうラストなんで、ラスト飲み干したいと思います。はい、よいしょ。はい、はい、というわけで激辛ソムタム食べたんですけど、まあじゃあ辛さレベルの発表しましょうか。ジョニーが食べた激辛ソムタム辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル8です。おめでとうございます。結構辛かったね、ソムタム。うん、いやいや、なんでその微妙な、何その微妙な反応。辛かったよね。うん、いや素直に言えよ。辛かったよね。うん、で、まあ、まあ非常に、まあ、お酒のおつまみって感じですね。あんまりソムタム単品でこう食べるものじゃないかなと思うんでね、まあ、ソムタムと何かとかいう感じです。というわけで、はい、今回はタイ料理屋さんですね、激辛やってきました。はい、今回出演していただいた井本さんのツイッターは概要欄に貼っておきますのでチェックしてね。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新しますのでフォローお願いします。ダメ。いや汚いんじゃねえよ。ダメ、画面映るな。まあうちのチャンネルだしな。やめろ。チャンネル登録。